ぜよ。今日朝、予定日から3日過ぎたので検診に行って、そしたらちょっと羊水が少ないということで、ね、明日誘導分娩、薬を入れて出産する予定だったんですけど、今日検診から帰ってきてお昼寝して起きたぐらいでちょっと、破水が起きたので今日出産できそうです。嬉しい。今から向かうね。ね、今から向かってタイミングよくパブもいたので、破水はでも気づかないな、あれ多分ほんとチョロだもん、だから破水ってさ、ドバーのイメージあるじゃん、全然違うね、ドラマとかと。なんか足ビチョビチョになるのかなとか思ったらさ、気づけない人も絶対いると思う。あれはどういう匂いなの？匂いはなんか嗅いだら、尿の匂いは全くしなくて、おしこの匂いはしない？しない、生臭い？生臭い、2回起きて今もちょろちょろと出るから、今痛みは全くゼロ。全くない、陣痛は来てない、まだ全く来てない。今から病院に向かうね。向かいます。ナナちゃんも一緒に、ね、頑張れ。頑張ります。楽しみ、ワクワク。嬉しいじゃん。嬉しいよ、もう。じゃあ行ってきます。よし、バイバイ。バイバイ。お腹が、ナナタン、ナナちゃんも来たかった？なんでナナがいるの？来たかった。怖くない？大丈夫？ナナちゃんを連れてくるかどうするか迷ってたけど、今日なんか先生に、先生がなんか、まあ、すごい押してくれたっていうか、娘だったら絶対見させた方がいいって、そういう風に言って。もうさ、決めないでいこう。どんなことがあったら嫌だったら出ればいいし、もっと楽に考えようと思って、こうって思い込んじゃってたから。私は考えが硬いとダメなの。硬くなっちゃってた。やっぱり完璧な出産をさ、描いてたけど、こんな破水から始まるとも思わなかったしさ、なんか、ああ、やっぱりその通りにはいかないだなって思った。なんかね、喋る元気も笑う元気もあるけど、これがどう変わっていくか、穏やかな出産になるといいけど。では病院に行ってきます。ハトハト。今は陣痛を待ってるんだよね。どう、今の気持ちは？来るのかな。全然痛くない。痛くない、でも痛いはずって言ってた、だって3センチぐらいもう広がってるって言ってた。どうですか？痛みが来ないですね。ナナ、여봐、일로와봐、일로일로일로앞으로와일로앞으로와봐일로와봐동동이깨워야돼동동이깨워가와있고일로나동동아이래와촉신자이촉신자이또무도또네무도또맞을때今入れてるよね。ねえ、まさか促進剤を使うなんて。羊水が少ないから。羊水が少ないから、感染の危険性があるからだよね。早めにね。だから今ちょっとずつ入れてます。破水したのが12時だったよね。確かね。破水したのが12時で、今3時。すぐ来ないんだね、実際って。すぐ来るわけないじゃん。だ赤ちゃん、これ入れすぎるといきなりいっぱい入れると赤ちゃんがストレスだから、そうこうやって様子を見ながら今ね、心臓の音とか動きを見ながらやるらしいよ、今ママが陣痛がちょっと始まってますね。でも動いた方が早く治るのかな、そうだから動いた方が赤ちゃんのためにも自分のためにも早く生まれた方が楽じゃん、体が。ね、やっと来たのか。私韓国の歌歌ってじゃん。
いいね。なんか硬くないじゃん。ほんと病院だったらちょっと硬いし雰囲気が、うん、ここでね、うまくいけば、うまくいけばね、うん、頑張ろう。運動、運動、そう、意味あるわ。あ、1日切ったらどうしてって言ってるじゃん。1日切ったらスクワット、普段はほら歩くのが大事。足元広げて、足元広げて、そう、うん、そうそうそう、もう会えるんだよ。嬉しいことでしょ。頑張って、呼吸呼吸、1、2、3、そう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 、波があるから、痛い時、痛くない時、うんうん、じゃあマスクをしてちょっと歩こう。すぐ生まれるじゃない今3分ぐらい経ってない、うん、いいことだよ、ハッピー。早く、もう早い。でも喋れるから、うん、これがもう短くなったら言ってって言ったけど、結構辛い感じ。いや、全然大丈夫、うん、大丈夫。
애기 머리가 보이거든요. 엄마는 네, 네. 아빠가 미안해. 애기 머리가 보여. 아빠가 미안해. 혹시 골반 열어주고. 어? 다음 진통 때 힘 주면 돼. 치카라고 이제. 힘 주면 돼. 길게 주고 한번 후 갈아주고 빨리 들어가시고 길게 주고 이렇게 해보세요. 네. 그냥 나나비 같다 되죠? 짧게 짧게 하면 애기가 나오려다 말고 나오려다 말고 그러니까 이거 아까 잠깐 얼굴이 빠르네. 길게 밀어봐. 길게 밀어봐. Thank you.
魅力だね、やっぱりね。僕、うん、の感想は正直な、こんな簡単って感じ。本当、うん、早く生まれたからさ、2時間、なんて2時間明日の朝かなとかね、明日の昼だったらどうしようとか。本当に痛い、なんなっちゃう、ちょっと待って、うん、痛いって言ったから、本当に1時間ぐらいで生まれた。本当だからさ、パパがいてくれなかったら無理だったかもしれない。なんか結構時間、結構時間かかったかもね。本当に本当は怖いはずなのにさ、パパっていや、だって俺怖かったよ。どうするの、その瞬間に。まあね、うん、パパ泣いてって。でもナナが手を握ってくれたからなんかね、力になったよ、本当に、うん、パパも後ろでさ、支えてくれてさ。おう、足紫かわいい。あ、さっきスタンプ、うん、なるほど、ありがとう。ナナがいたからだ、うん、頑張れた、すぐ生まれた、うん、だよ、ナナが隣でさ、パパがいて目開けた。びっくりするぐらいのスピードの出産でちょっと戸惑ってるんですけど、そんな感じの出産の様子でした。見てくれてありがとうございます。